多分配信されてると思うんですが、全国800万人のバーチャファイターファンの皆様こんばんは、世界2度目のバーチャファイター1の、大会配信となっております。今日は前回の大会のリベンジマッチということで24人のバーチャファイター集まってくれました。ありがとうございます。じゃあいきなりですがいきますか。はい、じゃあバーチャファイター1大会ザリベンジ始めたいと思います。じゃあ1回戦、鳴沢ゆいのサラ、クルイーラのジャッキー、試合を開始するんだ。さあ今日はシングルマッチ、ジャエ君、そして池袋サラ、シュー、モーサーたちが今日も集まってくれました。リベンジマッチになるのか。じゃあ 1P 側、鳴沢ゆいのサラと 2P 側、クルイーラジャッキー、1回戦でございます。さあ飛び蹴り、おーと、なんか別のゲームになってるぞ。大丈夫か、ネックブリか。いや知ってるのかもしれませんね、一瞬待ってね。さあダッシュハンマーキック、そのまま追い打ちを仕掛けていくジャッキー、クルイーラ、さあバックスピン、ロバックナックル、ロースピンですね。スラントロースピンですね。スラントロースピン、ダイダウンしたいのはすごくわかる。そうですね、やりたいことはわかる、ダイダウンではない。あれは一応地上にあのキャラクターがあのついた瞬間に入力すれば入るということになってますけどね。さあ鳴沢ゆいが攻めるぞ、2ラウンド目、スラントガードしてトキック。さあここはダブルキック、ここおっと投げで返していく鳴沢ゆい。さあ体を入れ替えて距離を取る、ダッシュハンマー、ナイスガード、あのハンマーダッシュハンマー、あ、うめえ、おお、何それ、読んでたのか。そして蹴りが入る、読んでましたね、読んでましたね、超能力者です、素晴らしい。さあスラント追い打ち、ここを外していく、入れ放題のところへ、おっと大ダウン、ここで鳴沢ゆいがリーチ。さあ帝勢の鳴沢ゆい、今日はサラを使っていく、おうまいぞ、肘からネックブリーカー投げに切り替えていく。さあダッシュハンマー、もう一度投げ、そうです、ダッシュハンマーガードしてしまえば最速で入力すればあのように投げることができるので、ね、皆さんダッシュハンマー対策大丈夫ですか。サマーやりたかったの、サマーか、今のはサマーなのか、売り切れたのか、サマーにサマー、 PP 返してジャンプキック、ジャンプキック、肘投げ、おめでとう鳴沢ゆい勝利、1回戦突破おめでとう。じゃあ皆さんお待たせしました、はい、渦巻き巻きを、そして池袋サラ、試合だ。今日も現れてくれた、戦いの中でしか生きられない男、池袋サラ。94年ライブ UFO 優勝した池袋サラ、記憶は戻ったのか。さあ期待の池袋サラ、前回はベスト4という結果に終わっていますが、今日はもちろん見たいのは鉄人の優勝でございます。さあ記憶は戻ったのか、池袋サラ。全国大会優勝者池袋サラ、 2P 側、 1P 側、渦巻き巻きをジャッキー、ジェフリーか、ごめん、ジェフリー、ね、さあ投げキャラが相手ということで、池袋サラどのように立ち回っていくのか、記憶は戻ったのか、優勝パワーはインプットされたのか、氷の精神はインプットされたのか、ボタン聞いてますか、大丈夫ですか心配になるんであまりキャラ決めないと、あー池皿いきなり投げられて、はい大ダウン、ボーンどうだ池皿、ここから逆襲ありますよ、頑張ってほしい。さあレッグスライサー足払いで返していく、おわいダッシュに、あダウン攻撃、あゲーダン、あ見えてる見えてる見えてる、大丈夫大丈夫、見えてますよ、今日の池皿さん見えてます、負けてますけど今大丈夫ですよ、1ラウンド取られただけじゃないですか。さあダッシュに、さあ起き上がりどのように攻めていくか、下パンからトキック、そして追い打ち、さあ2ラウンド目できてるぞ、池袋さら完全に記憶が戻った感じでしょうか、あー死んじゃう死んじゃう、ちょっと残るか、ちょい、あーよしよしよし、いいですね渦巻き選手、あダメだまずい、池さらまずい、1回戦で散る、危ない、あとがない、あーいきなりのスプラッシュ、そしてダイダウン、池皿立ち上がれるか、あー池袋皿全くな、接待されず死亡、ありがとうございました。ジャエマルとブンブンなる、ブンブンなるさんですね、これ新しいキャラクターですね、ブンブンなるとジャエマル、さあ優勝候補の一人ジャエマル、東京ヘッドで舞台役者さんたちに、この技術を教えたと言われている、まあ先生ですね、先生役だったジャエマル、今日は自らがトーナメントで勝ち上がることができるか、いやー接待なかったな、池皿さん死んでしまいましたね
スプラッシュマウンテン4回決めるだけの簡単なお仕事という感じでしょうか。さあ、前回優勝候補の一人だったジャイマル、残念ながら優勝することができなかった。今日は満を持してキャラ替え、ラウを選択。2ピガワ、そして1ピガワはブンブンナルさんですね。うちのナル君がアイスをアイスで準優勝したナル君が今日はブンブンナルということで、いきなりタックル。さあ、ここもおっとダウンは失敗した。さあ、車上昇からの連続技、俺のターンは。いやー、天津杯投げていく、追い打ち。さあ、ナルはとりあえず、あれですね、なんとか、はい、はい、終わり、はい、これはリセットですね。電圧が足りてない。たまになります。はい、そうですね。でこれで先ほども言いましたが、もし、リセットがかかった場合、本数のみの再現。あ、なるほど。はい、はい、じゃあいきなり負けましたね。まあ、基盤の、電圧が非常に今今日足りてないという状況でリセットがよくかかるということでごめんなさい。さあ投げていく、なる頑張れ。これやっぱラウは自分のターンが一生回ってこない立ち回りなので、なんとかシャガーパンとかで止めたいところですが、さすがジャイ、投げに切り替えていく。今日の優勝候補、優勝できるのか。なる、シャガーパンだ、シャガーパン。シャガーパン、シャガーパン。あ、終わりです。終わったー、はい、勝者、ジャイマル、強い。じゃあ、弓道くんと、スルタツ。静電気とかが結構電圧高いんですよ。1500ボルトぐらいあるんで。そういうのが発生すると電圧が急に足りたくて持ってかれて、落ちるというような形になってます。さあ今日はなんと1回戦から池袋サラが散るという波乱の幕開けになっております。ザ・リベンジ優勝候補ジャイマル、もちろん残ってるぞということで、ブンブンナルを一周ということで、はい、じゃあ行くよ。弓道くんがパイ、スルタツ、アキラ。さあ、帝勢同士、ノーフューチャー、弓道が今日はパイを使っていくということで、大丈夫か、パイで大丈夫か、パイで大丈夫なんでしょうか。パイはびっくりするほど中段攻撃がないので、攻撃の攻め手がね、かなり限られてきてしまうキャラクターということで。さあ、おっと、これ連冠隊リンガート、まずはスルタツ弓道選手、下段も少なければ中段もないっていう。そうですね、中段ってあの辺のサマーみたいなのしかないよね。サマーっていうか、バックテン、ミドルキックで、あ、ミドルキックもそうか、とバックテンキックみたいなのしかないよ、ね。あと起き上がり系、その3種類なんですけど、まあ、きついよね。まあ、無理ですね。きついですよね。その代わり当て身があるんですね。まあ、メインは対等になると思う。あ、これです、これです、これです。さあ、ハメだ、ハメ、はい、はい、いけた、はい、ここで1-1。まあ、パイはかなり人権がないキャラクターとなっているので、頑張ってほしいですね。あー、鉄山口入らない。鉄山口がカウンターで入ると、あ、この後なんか入りそうな感じだけど、入んないのかな。さあ、モーコジャックパンチ振っていく。さあ、モーコっつったら、モーコはとりあえずスルタツがリーチ。さあ、まずは生蹴りハイキック一戦。さあ、起き上がりどのように攻めていくか。モーコから、まあ、ぶっちゃけ今あれですよね、弓道くんやるべきことは後ろ P 連打、後ろ P 連打、なるほど、はい。最終的にこのゲームはどうやってパンチを当てていくか。あ、そういうことです。これですね、当て身、当て身を取っていく。さあ、どうだ、置き蹴り、リボン避けて下段キック、読まれる。そしてリボン長中、勝ったのはスルタツ、お見事、1回戦突破おめでとう。じゃあ、アッコさんとキャラメルさん、はい、アッコさん、キャラメルさん、アッコさんとキャラメルさん、じゃんけんして席を決めてください。で、あれです、再起動怖いので、再起動怖いのでリグアウト打ちましょう。そっちの方が早いですね、はい。バーチャファイター2、バーチャー1が終わり次第の、開催となりますので、全然エントリー、エントリーお待ちしております。じゃあ、アッコラウト、キャラメルジャッキー、じゃんけんして席を決めて試合開始するんだ。さあ、今日のトーナメント、まあ、みんな上手くなっちゃったので誰が勝ち上がるか全く予想がつかないということで、さあ、アッコラウ 1P、 そして 2P、 キャラメルジャッキー。
さあまずはダッシュハンマーキック入る。ダッシュハンマーキック発生6フレームの技となっております、はい、つまりザンクローム双剣でいうところのナコルルの調子だと一緒ですね、そうですつまり早いってことです。エリシカブイリムセと同じです、同じです。さあスラトン下段攻撃浮いてしまっちゃやべえだろうということで、おっとラウがバック転を見せていく。そして下段キック、さあ追い打ち、ここを避けられて下段パンチからスラトン下段パンチ、しかしここは投げバキー新敗将。まあこれあれですね、バーチャン4までメインになるんです。メインになる、メインの技なんです。さあ追うよ、シャドウシを行うの5連続技 PPK、 もう一度狙っていく。あれをやっているだけでラウのターンしか回ってこないですからねこのゲーム。ああリンガード、これでアッコがリーチ。サイドキック、ダッシュハンマーガードして下段パンチで止める。バックナックラナイスガード、そしてシャージョーピーから浮かされて、あーいい、ね、あーもう一回、あー強い、アッコラウ強い、ラウらしい立ち回り。そしたらアッコさん、リングアウトまでが試合です。リングアウトまでが試合なんでアッコさん自殺してください、はい、お願いします。で池袋サラの息子さんオール君、息子さんオール君、オール君と教授、教授、ああじゃあオールと教授じゃんけんして席を決めておくんだ。あ、コンティニューしちゃいました。もううめえコンピューター。いいですね。コンピューターうまい。そして自分が負けてるっていう。いいですね。はい。じゃあコンティニュー。スタートボタン押さないように。スタートボタン押さないでね。ボタン押してね。はい。じゃあオールと巨人、さあ試合ですよ。さあ池袋サラ選手が残念ながら1回戦で死んでしまったので、これは池袋サラの息子に全てをかけるしかないですね。さて、ワンピー側が、あ、セコンドに、セコンドに池袋サラがつく。ワンピー側、池袋サラジュリア、オール、そしてツーピー側、強児のジャッキー、黒い方がオール君ですかね、はい、さあオール頑張れ。池サラがセコンドについているぞ。お父さんは94年の全国大会で優勝してますからね、はい、さあ決勝戦はブンブン丸選手でしたね。さあどうなる、ダッシュハンマー当てていく。さあここは教授が手堅い攻め見せていくのか。おいよサマサマ、あーいいよいいよいいよ、オッケーオッケーオッケー、6秒5秒、いい膝だったよ今のオール君。そしてダッシュハンマーキック、一歩選手。さあ PP 肘スラント浮かせていく、追い打ちしっかり台で入っていく、お蹴りレッグスライサー当てていく、タッチガード、タッチガード、スラントカウンターでヒット、吹っ飛ばされてしまうのはオール。池袋サラロー息子サラブレット頑張れ。あーここはエルボースピン、コンボエルボースピンが入る。11 PP 肘バックナックルのところ PP で止めて、ラッシュハンマーに切り替えていく。あ、ダイダウンですね、ダイダウンですね、あー強じうまいですね、結構やり込んでる感じの動き。スラントダッシュハンマー連続技つないでいって、リーチ、いや割と強じさんね、のじ合いで見ますからね、やってますね、やってますよ。 PP エルボースピン、さあ池袋サラジュ、あーそれまずい、それまずい、それまずい、キックキック、あーリガード、勝ったのは強じジャッキー、お見事。ちょっと焦っちゃったね、ちょっと焦っちゃいましたね。じゃあ LJ と、シュウ、さあ優勝候補1人、キョウジさん、リングアウトまでが試合です。リングアウトまでが試合です。リングアウト自殺してください。じゃあ LJ 選手とシュウ選手、じゃんけんして最後決めるんだ。優勝候補の1人シュウ、今日は 2P 側、おそらくジェフリー使ってくるのではないでしょうか。さて、スタートボタンを押しちゃダメです、ボタンオン連打で、やってください。じゃあ 1P 側 LJ ジャッキー、 2P 側優勝候補の一人、バーチャファイト1、2、3、4、5全部うまい、シューが現れた。いいですね、その雑な説明、雑な説明で恐縮ではございますが、バーチャファイターシリーズ何でもできるぞと、シューがまずスプラッシュ、一方選手。さあダッシュハンマーをしゃがんで受けていくシュー、近寄ってアイアンクローしゃがみ投げ、ほら俺、あ、ショーダウン、おっとトキック、危ない危ない。さあ LJ、 ここは LJ ファイヤー、これで出せるんですかね。 LJ ファイヤーないですね、ないんですよね。 LJ は一つ技を削られている状況で戦っている感じでしょうか。 LJ 起き上がり、ダッシュハンマー避けられてしゃがみ投げバギー。さあ優勝候補の一人シュー、今日もバッチリじゃないか。スプラッシュ、ダイダウンで死ぬか、ちょっと残るか、残ります、ね、ちょっと残る、残ります、ちょっとだったー、あ、肘返しちゃった、
PK？ あ、シュー甘えてますね。タッチパント、勝ったのはシュー、優勝候補しっかり残ってるぞということで、ありがとうございます。そしてパッツンと、池上のロック。じゃあ俺が1回戦で、ね、前回優勝したパッツンを殺してきます。いいですね。さあ、1P側がパッツンですね。 1P 側がパッツン、2P 側が池上のロックと、ついにこの1回戦で当たってしまうという、まあジャッキーか、あ、影なんだ今日パッツン影、2と同じ影使いということで、さあであロースピン、これ攪拌ですね、起き上がり系で、さあで、おー、なんかそんな強いイメージないけど、じゃあちょっと1から5まで全部うまい、シュウさんに。いや俺でも1やってないですからね、現役当時。いや全部できる人間なんで。影はなんかでも弱いらしいんですけど、でもさっきパッツンの影やったらかなり一人だけ違う動きしてるんで、いやなかなかこれ厳しい。これ辛いな、ここで置かれてる技が。さあ小円楽 PK で、さあ流鋭脚、さあエルボースピン、あ、これは、おー、いけるかの、よし、池田美のロック取り返す。池田さんもね、この1ヶ月相当ワインやってますからね、これはぜひいい勝負に。さあパッツン、ワンで影使ってツーでも出るんだろ、大会大丈夫か。さあ、あ、いやー、パッツン回復早い。おお、止めた、雷流、おお、雷流シャカパンで止めた。さあどうだ、 PPK、 いや、これはこれは、あー、確定。厳しい。あれ確定なんですよね。いやー、殺せるつもりだったんですけどね。やられちゃいましたね、すいません。さあ、パッツン勝利おめでとう。はい、で、サンゴとイケサラ。あ、デシサラ。デシサラ。サンゴ選手、デシサラ選手、じゃんけんして席を決めてください。よろしくお願いします。あれ、製造類じゃないですか、今日。いや、影強えな。さあ、吉峰一家製造類。吉峰一家、製造類ということで。じゃあ、デシサラ選手、ワンピーガー。スーピーガーサンゴさあ、これでこれはもう完全にもう蘇りましたね、もう、あの、吉峰家がでしたら、ダブルジョイント、そして、肘、そのまま投げに切り替えていく、うめえの肘からあーっダッシュアンマー、ここは追い知れなかったサンゴ、あー、サンゴ、サンゴぶっぱなしが当たってるし、サンゴ、さあ5回、さあ肘からレッグスライサーぼかしていく、デスサラー追い打ち仕掛けて起き上がり、あー、もったいない、あれ投げですけどね、 PK から、ダイダウン、もう一回、よっしゃ、ダブルジョイント、ダブルジョイント決めていく、さあ 1-1、 デスサラさんの方は池サラさんと違ってあれですよね、そうですね、割とあのインプットされてますね、割とちゃんとしてます、さあ大丈夫でしょうか。さあダッシャーもガードしてトキック、もう一回シャカパン、肘で切り返していく、サンゴ集団ガードして肘返して投げー、あー、うまい、うまい、起き上がり、残り10秒、重要なところですよ、肘下パン投げているのはサンゴ、さあここはどうなるか、リーチを仕掛けているのはサンゴ、ジャッキー追い打ち、さあ PK からダウンと PK 当てて、ちょっと回復がね、いいね、結構最速でやんないと、そうなんですよね、最速、おーといいよ、ダッシュハンマー、レッグスライサーで切り返し、肘下パンからダッシュハンマー、いい攻め、両者見せていく、デッサラー、ここはしっかり勝っていきたいところ、吉峰家全滅は避けたいところだ、ダッシュハンマー、あっ、ゲラオキ、大丈夫、さあダッシュに近寄って、おー、うまいよ、さあ起き上がり、じっくりしたい、じっくりしたい、 PK 誘って、肘ナイスガード、 PP 肘投げに切り替えた、まだ残った、ちょい残り、ちょい残り、ドキックガードしてスラットレッグスライサーでしたら勝った、お見事、
じゃあ八丁と慎吾試合だよ。いやーよかったよかった。今日はデシサラ選手にじゃあ注目ですね。残念ながらデシサラ選手は次パッツンと試合っていうね。いやーこれパッツン殺しちゃったな。クソやられてしまいました。影使ってるうちに殺しちゃかったんですけどね、ダメでした。さあ1回戦最終試合ですね。八丁堀と慎吾、ワンピーガワ、ミカゾの四角、八丁堀ジェフリー、ツーピーガワ、ミカノゼ、慎吾のサーラー。言うても八丁堀相当このゲームやり込んでるということで、慎吾頑張ってほしいところ。おきげ、おきげリンカードして PK、 ここは慎重の立ち回り、ダイダウンすかされて、お客に慎吾の膝入るが浮かしてリンガウト。八丁堀まず一歩接種。さあここはしゃがんで微妙な動きで待っているガードを固める。あっぶねえな、トキックスプラッシュがありますからね。下手にトキックは中盤、あースプラッシュ残るか、ダイダウン。八丁堀強い、いきなりリーチ。さあセット3、ピーピー殴っていく。さあ上段で速い技振っていって八丁堀の動きを止めたいところ。さあ本田慎吾有利、おっと大木蹴りがすかされた。あーっと膝蹴り、ここで21、まだわからない、ワンチャンあるのがバーチャファイターということで。さあ起き上がりセット4、ピーピーでサマー、多いよ、半分減らしたぞ。あの連携はものすごく減りますね。さあ肘ガードレッグスライサー、ピーピー、ピッケで止める。おっ信号あるのか、リーチ強豪八丁堀が1回戦で散るのか、どうなるか。最終ラウンドピーで止めて、下パンからアッパーに切り替えていく八丁堀、そしてスプラッシュですよねーの大ダウン。起き上がれるか、ダメ、ちょっと残ったけど中段入って八丁勝利。お見事。じゃああれですね、トーナメント上にも残る、戻りますよ。レオンハードさんと鳴沢くんですかね。レオンハードと鳴沢くん、じゃんけんして席を決めてください。ゲームオーバー。はーい、じゃあ1回戦レオンハード選手と先ほど0回戦突破してきた鳴沢優衣。じゃあ試合の方返してくれ。ワンピーゴバレオンハード、今日はジャッキーですね。そして 2P 側、鳴沢優衣が使うのはサラ。さあここはシャガパン、肘微妙な距離感で立ち回っていく両者。ツーラウンド、ガードして肘を張っていくのレッド、レオンハード。さあ立って待っているな、鳴沢優衣近寄ってピーピー、そして肘サーマンを当ててダイダウン。なかなかこのゲームはね、ああやって自分少ない技数ではございますが、自分なりのこの連携を誘い水を作っていくのが楽しいゲームになってますよね、バーチャーワンはね。今鳴沢くんなかなかかっこよかったですね。池袋サラさんもああいうのうまいんですけどね。ああ何やってんの。さあ自殺願望があるのか鳴沢優衣、サマーか、サマーか、サマーなのか。さあ11、さあいきなり投げ、ここはネックブリか、前前ピー。さっきから鳴沢さんはなんかあれですね、謎ジャンプあります、謎ジャンプがありますね。これはサマーを仕組ってる可能性がありますね。さあスラントダイダウン、一気に減らしてレオンハード起き上がり、下パン、肘スラント強引にねじ込んで、リーチはレオンハード。さあどうだ、さあ起き上がり、まずはネックブリーカー、開幕から投げていく。ヘッドスプリング置きはあまりやらない方がいいですね、ガードされると大変なことですね。あとサマーで枯れます、危ない。おおいいよ、 KK ダブルキックを見せていく。2発目が中段という鬱陶しい技になっておりますね。さあジャンプキック、それは何だ、ジャンプキックなのか、後ろ向けないぞ、危ない危ない、スラート、サマーで割っていく、2-2、ダブルリーチ。さあ鳴沢優衣、唯一のエロゲー勢としてこのバーチャンファイターの大会でなんとか上に名前を残したいところ。レオンハードか、鳴沢優衣か。さあピピーハイキック、スーラント、連続技を当てていく、ダウンを奪う、起き上がり、おっと何でそれ、スピンキックが入ってしまった。
キック、クリーンヒット。あ、レオンさん。スピンキックあちあの、自殺までの試合です。じゃあレオンさん勝利、ありがとう。じゃあ、渦巻さんとリカちゃん。さあ、バーチャファイター 3TV。勢であるリカちゃんがついにワンの世界に降臨ということで、技が極端に少ないウルフでリカちゃんがどのようにあの池袋サラを惨殺した渦巻さんと戦うのか注目の一戦となっております。でも割とウルフは強いとは思うんですけどね。ジェフリーより優れてるのは大ダウンの性能、そうですね、あの早いですからね。池袋サラを惨殺した渦巻、ワンピーガーはジェフリー、ツーピーガーはバーチャファイター 3TV のモーサー、リカちゃんのウルフ。さあまずはバックステップで様子を伺う両者。さあどこでファーストアタック見せるのか。さあシャガパンから中段キック、もう一度シャガパンアッパー、ナイスガードリカちゃん。さあシャガパンからアッパー、今度は中段で浮かされてしまったのはリカちゃんの方。渦巻選手強いですね。おっ、あ来た、これスプラッシュ残んねえかな、残んなかった、残んないですね。まあ残ったとしてもダウンで終わりな体力ですからね。とにかくじゃんけんの数を極力少なくしていくこのジェフリー、ウルフといったこの投げキャラ減りすぎでーす、これはちょい残りかな、ちょい残りほんとちょっとですね、これね、ほんとちょっとリカちゃんタックル、ダイダウン、下段カード、あー読み合いは良かったんですが、ここで渦巻リーチ、ラリアット、画面の視点切り替え、カメラワークをおかしくするラリアット、はい、あれもね、変なところで使うといい感じなんですよね。あと上段ガード不能です、ね、上段ガード不能。さあ通常投げ、パワースラムで投げ捨てていくのは渦巻、起き上がり、後転起き、下段パンチで両者止めていく、アッパー当たって浮いて起き上がり、下段キック読まれてスプラッシュ、勝者渦巻強い、このジェフリーはやばい。ジャエマルと浜子、はい、じゃあ浜子さんとジャエマル、じゃんけんして席を決めてください、よろしくお願いします。じゃあここで取り直しますね、はいはい、ちょっと取り直します。じゃあ今ちょっとネットの枠取り直してるんでちょっと待ってください。まあ大丈夫ですよ、大丈夫です、そのままやっちゃってく、よし、じゃあいいっすよ、ジャイさん試合の方進めちゃってください。あ、これ浜子選手、ちょっとなんとかジャイロのラウ、スーピーガワ、浜子影。さあ優勝候補の一人ジャエバル、今日は満を持してキャラ替え、ラウを選択、まず一歩選手、このラウをどのように攻略していくのか、皆さんこの試合に注目している感じでしょうか、勝ち上がってるみんなはね。ジャエ影、あ、じゃ浜子影頑張れ、あーまずい、いきなり2ラウンド取っていくジャエバル。東京ヘッド舞台公演においてキャストたちに自分の技を教え込んでいったこのジャエマル、バーチャの先生ということで、勝者ジャエマル強い、早い、誰がこいつを止めるんだ。じゃあ次ですね、スルタツとアッコさん、アッコさん、アッコさんの、ラウも強いのでこれはジャエ君とアッコさんの対決になるか、それともスルタツが止めるのか注目していきたいところですね。は割と、さあそしてスルタツのラウとスルタツ、あ、スルタツのアキラと、はい、アッコのラウと、アッコラウ、まあ、言うてもバーチャファイター1のラウはやっぱ強いんですよね、なかなか返せる技がないということで、車上賞、あ、車下賞でしたっけ、この2つの技に対して車下と車上だけで、ね、結構食えるかなり押せるんで、あっ、そうです、スルタツは知らないのか、スルタツはめやってもいいんだぞ今回のルールだと、おっと、スルタツまず一歩選手、創価放水はめ OK ですよ、そうです、創価法、俺にアキラには唯一あるんですよね、創価法と呼ばれる技が、さあ肘、リボン当てていく、ダウンを奪っていくのはスルタツ、今日は静岡からバーチャファイター大会に現れてくれたスルタツ、起き上がり、リモン長寿、あっこのラウが立ち上がれないのか、連冠体よく揺れて肘、お見えからピーピー、そして肘ジジさあ、おお、マイマイピー、よく出せたそれ、今レア技出ましたね、マイマイピープラケ PPK と、もうあれ当たったら勝ちでいいです、水車落とし
まるで忍者レックラリアートのような扱いになっているアキラの、連続技になっておりますね。さあ、ゲナキック、あっこのラウガーリーチ、スルタス頑張れ。さあ、肘の打ち合いから、どちらが先に動く、車上昇からの連続技、シャガピーシャガピー、いや浮かされた、まずい、踏まれて、おわり、受けた、ゲナキック、あー、ナイスナイス、おきげり、肘が入って、アッコ勝利を見事。アコ選手は次の試合でジャイマルと激突となります。次、スパイと教授、スパイ選手と教授選手、じゃんけんして制御を決めます。やばい、いやー、ちょっとスルタツは鉄作こうチャンスを1個逃しましたね。逃しましたね、面白いですね。あとはあれですね、スルタツ、あれです、創価法を教えてあげた方がいいですね。走行放水で G でキャンセルできるで、 G でキャンセルして、あれで一緒投げる、3PG っていう、構えに戻った後に G でキャンセルするとすぐ走行放水出るんで、また、はい、はい、じゃあスパイジャッキー 1P 側、強靭ジャッキー 2P 側ですね。はい、まずは強靭、一歩選手、さあスパイ黒い装束のジャッキー、さあここはダッシュハンマーが入る、下段を蹴りガードされてダッシュハンマー当てていく、ダイダウン、カウンターで技がヒットした際はダイダウンが確定となります、ジャッキーの技はね。なので、しっかり覚えておいた方がいいと思いますね。さあ BP をダッシュハンマーで散って、そして肘、そうですね、ダッシュハンマーキック、発生6フレームとなっておりますね。目で見て避けるのは非常に難しいと思われる技になっております。まあ、とはいえバーチャ勢にはこんなの出しまくってたって聞きませんからね、使いどころはかなり考えないと、入れられないというような形になってますね。おー、相打ち、珍しい、珍しいですね。完全に同時の場合って相打ちになるんだっけね、このゲームはね。完全に同時じゃないと相打ちにならない。そうですね。さあスパイがリーチか、そして相打ち、起き上がり、横転起き上がり、後転起き上がりといった起き上がりは、相手に読まれるとですね、投げが確定するのであまりおすすめしない起き上がり方になっておりますね。さあ、ピピツーラント、下パン下パン止めていく、ジャッキーのダッシュハンマーが交錯する、おきげり避けてハイキック、ダッシュハンマー、あーもったいねー、殺せるチャンスが、ダッシュハンマー、スパイ勝利、勝ったのはスパイ、お見事。ね、あれじゃなかったな、下ピーは5フレームじゃねえかな、だから1フレームだけ、はい、あれ遅いと思うよ、パンチより。でも1フレームしか変わんねえのかって感じだけどね。まあそうなんですよ。まああと完全にダウンしてからじゃないと、ダウン追い打ちが発生しないので、うん、まあ、ダウンするかなっていうところで出すとジャンプ攻撃になると、うん、でシューとポニー、じゃんけんを、はい、じゃあ優勝候補シュー君、そしてポニーのパイかパイがいたぞ、まださあ優勝候補の一人シュー、今日はどこまで勝ち上がっていけるのか。バトルワイト 1,2,3,3TV4,4,4,4,4,FS,5,5,R,5,FS 全部前シュー君が 2P 側へさあポニー選手は今日はおっと人権がないパイを使っていく人権なしなのか、それともバーチャの手だれなのか。でも当てて取れればまだ希望はありますけどね。まあね、そうですね、まあでもそんぐらいで何でも取るんだよね。いや、何でも取るよね。上段と中段のピン、あ、いや、それの技の性質は関係ないんだよね、だからね。あ、とりあえず何でも取るんだよね。下段は取れないです。コンピューターに俺、スラントバックナックル取られた記憶あるもん。え、本当ですか。取られて。さあ、スプラッシュからまず一戦、シューが一本選手、優勝候補しっかり今日は残っております。残念なのはね、優勝候補の一人アギケブクロサラさんが死んでしまったのが残念なんですが、さあ死んだか、死んだよね今日は波乱のトーナメント、池袋サラ渦巻きに敗れる。スプラッシュダイダウン、頑張ってこすれば一応起き上がれるかもよということで、下ピー、ゲナキック、ゲナンガード、シューに読み合い、仕掛けていきたい、いよいよいよ、そうだそうだ、その調子だ、あー投げられる、危ない危ない危ない、下段パンチ入った、シュージェフリー勝った。シュー君は次はスパイ選手と試合ですね。そうですね、はい、じゃあパッツンと弟子サラ、パッツンと弟子サラ、
さあ優勝候補の一人パッツン、バーチャファイター1をやり続けて10年、幼稚園の頃から俺は1をやっていると、前回の大会の優勝を飾った時に言ってくれました。今日は影で参戦パッツン、1回戦で池波のロックを斬殺、 1P 側パッツン影、 2P 側デッサラ吉峰家最後の希望さあここはデッサラ、おいいですねいいですね。さあここはサラで押していきたい、パワーで押していきたいところ、言うても影はそんなに技揃ってないんでね、パッツンは上手いですが、あーもったいない、リングアウト、パッツンまず一歩先取。さあここは OH 仕掛けていく、そうなんですよ、言うてもね影は技が揃ってないんです、技が揃ってない、何に、まあ、立ち回りでね、立ち回りで十分なんとかなるっていう感じなんですが、冷静になれば影ですからね、意外としゃがんでると何もしてこれないって、あー投げられた、死ぬ、あーよっ、珍しい、スカッタ、起き上がり、ゲタキック、ガードして、あー惜しかった、あの追い打ちの性能も良くないですからね影はね。さあここはしゃがみキック、ガードして肘、デジタルさん落ち着いていきましょう、落ち着いていきましょう、大丈夫ですよ、大丈夫大丈夫、レッグスライサー、ゲダガード、肘、投げは PK でバレてた、起き上がり、お点でピッピー、あー死んだ、勝者パッツン、お見事。じゃあ八丁とエンテ、八丁とエンテ試合だよ。さあ優勝候補の一人パッツンがまだ残っているということで、そして最後の優勝候補の一人八丁森エンテ選手と激突。そういうこと言わないでください。いや池袋サラさんありがとうございます。一言だけちょっとファンの皆さんにメッセージ、ちょっとクソゲーだよこれいや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 、面白かった、ありがとうございます、はい、また次回参戦よろしくお願いします、はい、あとなんか12月に誕生日の100人組で、はい、100人組で12月3日にぜひ皆さん来てください、はい、ありがとうございます。じゃあ100人ボッコボコにしてやってくださいよろしくお願いしますボッコボコにされないでくださいありがとうございましたというわけで池袋サラさんは今日はつまんないので帰るということでというわけで八丁堀、まずは一歩選手2ラウンド目投げて、あ、死んだなこれエンテ、ごめんなんていうヘリをするんだスラッシュマン。さあ3本目 P アッパーで浮かして、先ほど新吾選手は結構ね八丁堀追い詰めたんですけどね、残念ながら八丁堀、あーやばい危なかった、トーキックスプラッシュがあるんで注意してくれ、しゃがんでればあのこのように浮くんでね大丈夫です。おっと大ダウン、すかされて起き上がり、連艦隊避けてサイドキック、イージーガードジャンゲリー、八丁堀勝利、お見事、優勝候補八丁堀まだ残ってる、次はパッツンと試合だぞじゃあ次、レオンさんと渦巻選手、レオンさんと渦巻、じゃあじゃんけんして席を決めてください。そうですね、12月3日池袋サラ選手の、誕生日の日にですね、100人組でも帝で実施したいと思います。でぜひね100人違う人が、いると嬉しいのでよかったら参戦よろしくお願いします。その際のワンプレイ料金は1回300円にさせていただく、そうですよというわけで 1P 側、渦巻ジェフリー、 2P 側レオン選手のジャッキー、あ、そうですよ50歳ですよ50歳、いいですか、あーっと渦巻投げた、渦巻選手のジェフリーも強いですね、これはもしかしたら優勝狙えるジェフリーかもしれません。まず一歩選手、さあバックジャンプキック、そして着地の隙にスプラッシュ、さあどうだ、追い打ち、まだ残った、起き上がりローキック当てていく、危ない、ダブルキックガードしてスラッシュ、てかさっきレオンさんが席に座る前にこのキャラサマーがあるけどソニックがねえって言って、ああサマーがあるけどソニックがないそうね、レオン君はあの梅原選手に、有名なねプロゲーマー梅原君と疎通をプレイしていたプレイヤーとなっておりますね。バーチャルファイターもできるんだというところを見せたいところですが、あーどうだ、残るか、残った、下段置き、追い打ち、避けられて、あぶれ、バスラとダブルキック、2発目中断、いや、ダシャーマン、いやーですよねー、サイドキック勝ったのは渦巻き、
これで渦巻選手は準決勝進出おめでとう。ジャエーとアッコ、ジャエマルとアッコ、最強のラウはどちら、アッコとジャエマル、はい、ジャエさん後ろ後ろ後ろ、12月3日、池袋サラ誕生祭として、100人組手を、予定しております。皆さんぜひ、参加してください。よろしくお願いします。この基盤は夏を乗り越えられるんでしょうか。そうですね、基盤が夏を乗り越えられるかどうか注目したいところですかね。もうおじいちゃん、相当なおじいちゃんですからね、モデル1となっておりますかね。じゃあ自殺したらすぐ、試合始めたいと思います。そして、ジャッキー側が、ジャッキーが、ツピが自殺を、自殺してください、自殺そうですね、12月3日、まさかの池袋サラ100人組と現在によみがえるということで、みんなで一回も勝たせないっていうのがまずですね当時の鉄人たちもたまに負けてましたもんね。たまにね、勝率は相当高かったと思いますが、さあじゃあ気を取り直して始めたいと思います。さあラウ、ジャエ君がどっちだ。ジャエ手前ですね。手前、え、キャラ間違えた。ああ自殺してください、自殺してください。てかあのジャエさんがコンボ練習した方が早いような気もする。ジャエ君ちょっとコンボ見せてやってますバーチャの先生であるジャエマル、前回は、残念ながら優勝することはできなかったということで、今回満を持してキャラ替えラウを選択してワンピー側のジャエ君ですね。まあ、ジャエ選手はあのこの後バーチャファイター 2.1 の大会でも活躍が期待できるということで、さあこれはもうジャエ君の試合、ちょっと上級者であるシュウ君、八丁、あたりはちょっと見ておいた方がいいんじゃないかなと思いますね。赤い方がジャエマル、黄色い方が、アッコラウとなっておりますね。さあジャエ君の連続だ、これがある今時ワンでこの精度、君だけだよそんなの練習してるのみたいな感じの、やばい。アコ起き上がり、下パンから肘読まれて下上昇、そのまま連続技、おっと外したけどリンカート、普通にジャエマルがもうブーストかかりましたね。これやー死ぬー、マジかー勝ったのはジャエマル、お見事。何こそ練習してんすか、ジャイアンさん。どこで練習してるんだ、ジャイアンマル。強い、準決勝進出おめでとう。じゃあ、シュウ君とスパイ。さあ、シュウ、スパイと激突ということで。でも言うてもジェフリーはですね、はい、読みさえ外さなければジャッキーの方が強いです、技の性能自体は、はい、ただやっぱ投げ食らっちゃうとやっぱやる気がなくなるので、ここはスパイ選手ちょっと微妙な間合いで戦った、そうそうそう、そんな感じ、微妙な間合いで戦うのを僕はお勧めしたいかなと。まあ、ジェフリー側は、なるべく一番長いのが、そうですね、何気にミドルキックではなくてローキックっていう、ローキック、そうですね、そのこの前ですね、そうですね、なるべくシュウ君をこう投げの前に入れない、でなんか誘い水の技を出して違う技で当てていくみたいな、そうです、そうです。さああるぞスパイジャッキー、勝てるぞ。ミドルキックと、ただの下 K ですね、すぐ下がる、そうそう、それです、それを使っていくジェフリーと、そうですね、まあそれさせないように、いいですね、いいですね、これはスパイ選手いいですね。で下手に密着して読み合うとシュウに読み合い勝てないので、変な距離で、そう、速い技を出して、そう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 、いやー、さあシュウ君が死ぬのか。あ、いいですね、いいですね、これですよ、すぐ避けて、そうですね、またダッシュハンマーって思われるぐらい出しちゃってやった方がいいと思いますよ。あ、いいですね、それですよ。あとはダッシュエルボーアッパーもあるんで、そうですね、あとエルボースピンで、あ、この間合いはまずい、この間合いはまずい、あーっと下がる下がる、よし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 、でそろそろ下段スピンを忘れてるので出してもいいと思いますぞあーダメダメ、もう出しは負け、あーどうだ、それだそれだ、シュウがシュウ負けた、勝ったのはスパイジャッキー、お見事。そうなんですよ、ジャッキーは最終的にこういうキャラなんですね。
チキンキャラクターという、ね、あれやられるとジェグリーね届く技がないんですよね。なので、ジャッキー使いの皆さんは今のスパイ選手の立ち回りをよく真似するといいと思います。じゃあ最後パッツンと八丁堀、投げキャラにどうしても負けちゃう人はああいう風に立ち回るといいと思います。ただウルフには注意してくださいね。ウルフはタックルとラリアットがあるんでね、あの技がなかなか通じないので。というわけでパッツン影、前回大会優勝者、今日は影を使って参戦パッツン、そして 2P 側優勝候補の一人八丁堀、八丁堀はパッツン選手に苦手意識があるということで、ここはちょっと苦戦しそうな感じでしょうか。まず一本選手パッツン影、さあここもやっぱりね、相手がパッツンだとねビビっちゃうところあると思うんですけど、言うても影です。頑張れ八丁、体を入れ替えてリングアウト、まず拒否る、さあ空波弾避けて、あースプラッシュ、それでいいよそれでいいよ、ほらー11。さあまずサイドキック、ダウン奪われる、大きい蹴り PK 返してゲーダンで救っていくのはパッツン、下パンからジャンプキック、あいよゲーダンパチン、あっと今惜しかったな、カウンターで入ってれば投げだったんですけどね。どうだ下パン、八丁堀落ち着きを取り戻した、サイドキック追い打ち、避けられた、投げくるからね気をつけて、ゲーダン大きい、あー落とした、八丁あるぞこれ。 B から下パンでカウンター投げを返していくのはパツン、ジャンゲリー、そして BP 押し込んでいくが B で返してダウンを奪う、起き上がり下パンから、あーこれ微妙な場合、中段ガード空肌に切り替える、あーまた食らう、さあまずいぞ八丁、まずいぞ中段、うわー大ダウン確定だったか、おぎりから下パン、八丁ここはそうそうそう、前外して前外して前外して、今 あるぞ八丁堀、起き上がり、あー落ちた、八丁勝った。ありがとうございました、パッツン、まさかここで優勝後八丁堀に敗れる。よし、じゃあ準決勝第1試合、渦巻選手、ジャエマル選手、じゃあじゃんけんして席を決めてください。最強のジェフリーか、それとも最強のラウか、勝つのはどっちだ。いやーハッチよかったね今のね、いい感じだった、あの飛び蹴りがいいんだよ、飛び蹴りが、前外して、さあここはジャエマルが前回の大会から数段パワーアップして洗う、そして渦巻選手、池袋皿を惨殺してきましたからね今日は、どのような立ち回りになるか注目したいところ。さあアッパーから下パン、さあ、あー投げに切り替える、うまい、この辺りもくればジャエマル、そして追い打ち2発確定でヒット、あー投げたー、残るか残るか、どうだちょっと残るか、あー避けた、これがやり込み勢だー、避けたー、最速で避けられるんです、最速レバガチャ、最速レバガチャ、大ダウンはダメだった。一方選手ジャエマル、下パンから車上昇、その後連続技投げに切り替えて、終わった、アマロのことは踏まれる、いやこれ確定なんですよ、ジャエマルリーチ、レバガチャ世界一ジャエマル、ここに決算が、死んだかこれ、どうだ死んだ、ジャエマル決勝進出おめでとう、あれにどうやって勝つんだみんな。じゃあスパイ君と八丁ですね。で先に言っておきますと、あのスパイ君の立ち回り八丁堀すっげえ苦手なんで、あれやってやった方がいいと思いますよ。スパイ君のさっきの立ち回りはすごく良かったですね、あれ八丁堀多分苦手ですよ。さっきと同じ感じでいけると思います。さあ八丁堀、なんとなんとパッツンを破って上がってきたぞ、 2P 側、そしてスパイのジャッキー、そうですね、やっぱりジェフリーの周りにとにかく入りたくないので、殴りたくなる気持ちは分かるんですが、微妙な前で戦っていきましょう、ダッシュハンマーはガードされても大丈夫と踏んでやっていきたいところですね。さあ下パンからダッシュハンマー、下段中段と技をうまくガードを振っていくスパイ選手、あーいやーうまいですね、いいですね、そうですね、でダッシュハンマーバレてきたらロースピンキックをたまに織り交ぜるといいぞ、あー浮かされた、
死ぬ死ぬ死ぬ、起き上がり、下段キック、飛び蹴り、生蹴り返していく。バーチャファイターは突き詰めると最終的にこのような微妙なゲームになっていくんです。どうだ、さあしゃがんで待っている。サイドキック、もちろん飛ばしていく。サイドキックは使わない方がいい。ダサイドキック打つんだったらダッシュハンマー打った方がいいぞ。さあどうだ、あーそれすぐさ、あそうそう、それです、ダッシュハンマーです。あーサイドキック打たれて、ダッシュハンマー。さあ微妙な間なんかだんだんスト2みたいになってくるんですよね、バーチャファイターです。通常技の差し合い、行き着く先はここであると。避けた、起き上がり、ダッシュハンマー、ショーダウン。八丁、この立ち回り苦手なんだよね。俺さんざん八丁これ殺しましたからね。どうだ、スパイク、スパイク、あーこの場合はまずい。食らって大ダウン。さあ八丁堀復活ののろし、ダメダメ、余計な技やっちゃダメですよ、余計な技やっちゃダメです。その距離です、その距離、その距離ですよ。さあかかってこいよと、この距離ですよ。安城表示対チャンプアゲストンリットみたいな試合すればいいんです。どうだ、起き上がり、よけたよけた、下段動き、起き上がり、下番から下剣で返してダッシュハンマー、ちょっと前が近い、この前は八丁の場合だ、まずい。さあ2-2だ、ダブルリーチ。さあ頑張ってほしい、サイドキック。さあそろそろダッシュハンマーがバレてきた時間で、時間ですね。起き上がり、それダメ、それダメ、膝はワンのジャッキーは弱いから使わない方がいい。さあ起き蹴り、あー避けた、起き蹴り、あ落とされそうだ、スパイ頑張れ、諦めるな、起き蹴りカード。さあどうだ、あーそれーそれー、起き上がり投げ、あー八丁勝った。ありがとうございました。いやー、八丁は苦手な相手2人やっつけてますからね、そういう意味では強いウルフに成長したのかもしれません。じゃあ皆さん最後の最後、決勝戦、ジャエ君と八丁は八丁堀、じゃんけんして席を決めてください。いやー、いきますよ、ワチャファイター1大会史上2度目の配信、先月の大会のスペシャルマッチのリベンジ戦、ワチャ1大会決勝戦始めたいと思います。ジャエラウ、ワンピー、ツービーガバー、八丁堀ジェフリー、八丁堀、これでジャエクをもし倒すことができれば完全に最強と言ってもいいぐらいの立ち回りなんじゃないでしょうか。期待したいところ。射場賞と釈迦賞が、確か発生が5フレームだったと思うので、シャガピーしかないです。速さ的にね、あ、死んだ。さあまずい、どうやって倒すのこのラウ、教えて誰か。あっとカウンターでシャピー当てたらすぐ投げ、頑張って頑張って、あー強い、投げに切り替えた、そして死ぬ。早い、ジャエマル優勝リーチ。そうですね、フレームが全てじゃないと思います。時にはジャンプキック、時には大パン、時には相手の方を回り込んで後ろから灰皿で殴る、何でもあるがバーチャファイターだ。台を揺らしたっていいんだ。下パン、肘、ガード、八丁、下段パンチ、あー優勝はジャエマル、優勝おめでとう。技術指導者やはり強かった。じゃあ一応ジャエ君に一言コメントもらえるかな。じゃあ放送席、放送席ヒーローインタビューということで、ちょっと待っててね、まあ、ジャエ君はこの後2もあるんでね、いろいろ大変だと思うんですけど、さあカメラの準備が整え次第、じゃあ一言いただいて、はいはい、じゃあ出てきましたね、はい、優勝したジャエマル、みんな拍手。どうでした今日の戦いを振り返って。いやもう今日ですね、重量級対策でラウにしてきたんで、あなるほど、はい、ちょっとドンピシャで当たって八丁さんとかと当たったんでよかったっす。じゃあ八丁盛りを温めるには十分の、あラウやっぱあれですね、技が速いので、なんかなんていうの、相手のターンを回ってこないような攻めというか、非常に今日キレキレでしたね。強いですね、やっぱり。強いですよね。はい、あと軽量級浮かしたら即死ですし。もう基本即死ですよね。即死ですね。なんで、やっぱ強いと思います、ね。なるほどね。はい、じゃあちょっと今後またバーチャワンの大会、しばらくやっていきたいので、ジャエマル選手、最強の男としてまだまだ君臨してください。はい、よろしくお願いします。じゃあ2の方の大会も期待してます。頑張ってください。2がメインなんで。点1ですね。はい、頑張ってください。じゃあジャエマル優勝おめでとう。みんな拍手だ。ありがとうございました。
じゃあ今日2冠あるかもね、ジャイア選手ね。どうでした八丁ジャイアマル、やばくね。こそれしてんじゃねえぞ。あ、超やり込んでるよねあれ。マジよ、ほんとよ、勘弁してよみたいな、ね、勝てねえからみたいな。じゃあ準備ができ次第バーチャファイター 2.1 大会を始めたいと思いますので、今しばらくお待ちください。はい、というわけでバーチャファイター1大会以上終了、ありがとうございました。はい、あとどんぐらいかな、6時までエントリーのを受け付けます。バーチャファイター 2.1 ですね、6時までエントリーのを受け付けます。